では続いて、先日ご相談した大胸筋の上に脂肪がついている男です。スポーツジムなどに置いてあるボディシェイカーが最近では一般家庭向けに販売されていたりしますが、効果あるものでしょうか、ご教示くださいってことですが、ボディシェイカーってこと、ブーってなるやつ、こうあの下にこう置いてブーってこうやってめっちゃ震えるやつでしょ、うん、ないです、あれ効果は。はい、あのやらなくていいですよ、あれはほとんど効果ないんで。あれやるぐらいだったら普通にちゃんとジムでちゃんと筋トレするとか、家で普通にシンプルな運動が一番いいんです。だからこうよく体幹トレーニングとかありますけど、体幹トレーニングってさ、バランスボールの上に乗ったりとかありますけど、あれも実はあんま意味がなくて、なんでかというと体幹トレーニングって重い重りを持てない人が使うんですよ。重い重りを持てない人が軽い重りを持って、それで体をわざとこうやって不安定にさせることによって、こうやってなるとこう、わかります、こう体のバランスを取るために筋肉使いますよね。こうすると軽い重りしか持ってなくても効果が出るんですよ。だから普通に持てるんだったら、重りが持てるんだったら、ちょっと重めの重りを持って安定したところで普通にスクワットとかやった方がよっぽどこの体幹部鍛えられるので、だから正直なんだろう、ボディシェイカーとかただ乗るだけみたいなものとかって大抵効果ないです。ほにゃららするだけは大抵効果ないです。うん、しんどいことを乗り越えるために人間って体が強くなるんですよ。体が追い込まれるから、それをに対応しようとして体が増強されるわけですよ。だからしんどくなくて効果が出るものってないですよ。このしんどい時間は変わりますよ。超しんどいの短時間とややしんどいの長時間っていうのは、これはあのクロスオーバーするわけですよ。要するにもうヒートみたいに超きついの短時間やって上がる成果と、まあそれなりにね、ややきついみたいなの長時間やるっていうのは同じぐらいの効果が出るパターンありますけど、いずれにせよそのしんどさかける時間で決まるので、このしんどさかける時間の両方を減らすことは無理なんで、どっちをやればか自分で決めましょうって話です。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。